タイガーアッパーカット、はい、はい、次から青コーナーイケメン高校生ゆうたろう。はい、あ、赤コーナーこっちもイケメンですね。イケメン喧嘩番長朝倉幸喜。はい、これで始めますよ。2人とも OK ですか？いきますよ。はい、朝倉選手、ちょっと、イエローカード。
この試合もね、先ほどの試合と同じですごく、ね、2人とも熱い試合をしてくれたと思います。はい、大丈夫ですかね、それで喋れますか、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですかね、それで喋れますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、ですね、ということで、朝倉選手ダウン取ってるので黄色いグローブのイケメン喧嘩番長喧嘩ファイトを見せてくれた朝倉幸喜選手の勝ちです。喋れるかちょっとわからないけど、イケメン喧嘩番長朝倉幸喜選手に振り絞って一言だけいただきたいと思います。はい、朝倉幸喜ファンの皆さんに一言お願いします。初めまして、朝倉幸喜と申します。初めての大会になりました。なぜかこの先ほどを始めたかというと、ちょっと漫画に化した生活を目指したくて思いました。刺激的な行動の格闘技の練習の中、最初は語り弱くて今も語り弱くて、それを見事に変えていかないと、この試合にせっかく仲間のファンとか手に入れるので、友達にファンが来たんですか。あ、せっかくなんで、あなたの手ですね、頑張りますか。Fire!